はい、できました。完熟ハヤシのトマトラちゃうわ。半熟トマトのハヤシライスソース辛口です。と、なんです。で、あっちゃん、ちょっとだけご飯食べます。では、食べましょう。では、いただきます。今日はね、久々にね、久々でもないけど、夜ね、今日はカレーでもないんだけど、ハヤシライスやからご飯を食べましょうということで、ご飯食べます。いただきます。おいしい。え、これは何ですか。はい、そうです。なんで食べるのもおいしいね。なんで。ご飯も美味しいな。ちょっとカレー、ほんのりね。あ、これ。これはね、エアコン人間に効いてんねん。けど、効いてんねんけど。全然効いてん。光る壁で。エアコン効いてんねんけど。キッチンが暑かったから帰ってきた。暑い、匂いが美味しい。まだなあと苦いほど焼けんね。これ何の上にピザチーズとかして、チーズ何にしても美味しいんじゃん。チーズ、そうなんですか。マッシュルーム美味しい。汁もすごく風味が出てるわ。入れて正解。いやー、美味しいわ。よいしょ。もうそろそろ焼けるね。2分ほど炙ってるだけやけどね。なんなった。焼きたてなの、暑い。ここらの家族のみんなが物あげるやん。ポンってあげる、ポンって投げる人もいるよ。ここらの家族、いや、いや、でも暑いよ。下のやつ食べな。あっこ、あっこ、両手で触ってしまう。不条の手で使ったかんのに、うまいこと右で一つでは食べられんわ。どうやってちぎんやろな。いや、なんかちぎっとったで。これこれ、まあ、そういう文化か。そういう文化。ご飯食べるのめちゃくちゃうまいんやけど、こうやって食べるの、めっちゃ綺麗やん。手の上のせんねん。こんなん真似したら手ベッタベタなんで。熱い髪の毛がもう、いや下の方食べ言うとね、上のはめちゃくちゃ熱いねんから。あと1回ぐらいこの流れやるで。あー、髪の毛がベタベタなの。なんかもういいや、もう全部出そう。
サントリー、サントリーって言ったらボスちゃん、飯、イエモンちゃんか、え、イエモンちゃん、イエモン、イエモンってサントリーだった、サントリーちゃんね、あちちちちち、そうなん、イエモンって伊藤園ちゃん、多いお茶やそれ、あ、そっか、ウーロン茶もサントリー、ちなみにウーロン茶もサントリー、うん、何サムネかなんか作るの、楽やかな、それでも楽、使いやすいよ、初心者ね、うん、初心者でも使いやすいと、こともないんで、なんかピカピカしてんで、ラジオに来てる、ラジオやな、もしかしたら LINE 公式かもしれへんけど、はっ早すぎる、嫌がらせ、LINE 公式のご褒美、ご送信、ある意味ある、あ、新手の LINE いじめ、めっちゃ送ったれ、もう7時とかになってめっちゃ気に、あれ見たもんや、あの明け嫁メール、めっちゃくんな、暑くなってきた、脱ごうかなって言ってな、12月ぐらいにな、うん、メールくねんで、うん、うん、おいしい、マッシュルームはね、あんまりないの、結構入れたはずやねん、言ってマッシュルームなんて、あったなかったやろ、あったで、あったラーメン、美味しかったやろ、わからない、わからない、まあしめじで書いてあったけど、しめじ入れたらちっちゃいから光が嫌がれん、でかかった、うん、でっかい目にやん、わかるようにな、わかりやすいから怒るよね、光がよくわからない、見える目、いや、いいかか悪いか別で代用したり、ね、別で代用するもんない、キノコはもう最高や、体にいるからってさ、ありやんか、見た目気持ち悪いもんなって食いたくない、いや、見た目気持ち悪いも体に良くない、観葉植物俺使ってたよ、この間、うん、サメみたいな、うん、ゾウちゃうか、タマヘのシャク、これゾウやろ、これ、うん、あ、うまいよ、それかエイやろ、これでもすごいね、もう今日は汗でベタベタだったから、でもライドは、うん、あっつい、風こうやんの、風来ないな、じゃあ風そっち向こう向けとおかやん、まあや、それは俺もこう、うん、こっち向けやん、扇風機反対向いたんだよ、ね、扇風機移動してよ、おかわり行く、自分だけ、なんてやつや、あ、いい風来た、暑かった、あー、飯いっぱい食え、いっぱい、まだ、あれあるで、ルーはいっぱいあんで、お腹いっぱい、かけんで、あ、ご飯食べられへんの、うん、不思議やな、猿が人間に似てるって言われるのはさ、うん、なんかまだわかるやん、うん、ネズミが人間に似てるとか、うん、だいぶ言う、そんなもろんじゃん、今もそうじゃなかったら物持つ絶景しへん、うん、カレーみたいな香辛料
はないんだよ。トマトの海が美味しいんだけど、こうピリピリっと辛いね。これ今の時期いいんちゃうかな。ちょっとピリピリってその発汗作用があるから余計暑いけど、あと絶対涼しいと思う。脈ベタベタなのか。何毎日お風呂入ってもベタベタなの。つげが長い。あれまつげが長いぞ。ちょっと目についてる。あ、なんで拭き取って食べよう。なんで。汚ね。何食べよう。何だけ食べるの。うん、皿をね、きれいに拭き取って、なんで、きれいにきれいに拭き取って、うん、なんだ、うん、なるほど、わかんないな、おいしい、おいしいし、お皿を舐めるように拭き取ったらね。美味しいだけ上手よ。洗うのが楽。ごちそうさまでした。美味しかった。うめ、半熟トマトのハヤシライスソース、辛口、なんかそんな名前、辛口じゃないけど辛さんとかじゃないと調べるわ。あ、ノーマンやった。トマカラハヤシ、完熟トマトのハヤシライスソース、トマカラハヤシ、育ち盛りの中高生や大人にも大満足。焙煎唐辛子の程よい辛さ、完熟トマトの濃厚な旨味、甘口のハヤシライスでは物足りない。そんな時に完熟トマトの濃厚な旨味に爽やかな酸味と、焙煎唐辛子の程よい辛さとピリッとしたスパイスがハヤシライスはいかがでしょうか。ガーリックなどのスパイスも効いて食べ応え十分、育ち盛りの中高生、大人にも大満足なメニューです。こんな人にぴったり、育ち盛りの中高生に食べ応え十分、甘口ハヤシじゃ物足りないお父さんにピリッとした辛さが食欲をそそる。家族も大満足、お母さんも大喜び、我が家のニーズにぴったり、私も満足、食べてびっくり。じゃあ誰が食ってもええっていう書いとけば変ちゃうの。子供辛いって言うんじゃん。ピリッとしてるこれ。オム辛ハヤシやって、美味しいの。春野菜使ってツナキャベツと入れた。何も入れて美味しいね。しいって言うなら何個か。あー、トマカラハヤシのアラビアタ風パスタにも使える。ピリ辛ピザトースト。もう明日のレシピやられたし。ね。ロールキャベツにかけてもいいって。焼きトマトハヤシ。あー。カレードリアみたいな。カレーとか、ハヤシドリアみたいな。いいの乗ってんの。ってことで、完熟トマトのハヤシライスソースの、トマカラ。美味しかったです。これ、カレーライスで言ったら3辛ぐらいでね。うちの子供、量が、中辛しか、辛口はダメやねんね。で、ココイチの普通のカレー辛いっていうぐらいだけど、それでも全然普通に食べてます。もう美味しいみたいで。美味しかったです。あっちゃんも美味しかったです。で、やっぱりハヤシライスも美味しいねんけど、ハヤシライスは甘さでやられる。だから甘口ちょっとね、甘いのよりちょっとピリ辛がいいなって、それは多分いいと思います。これはあっちゃんち、またリピするかもわかんない。うん。ということで、いかがでした？何が美味しい？いや、なんちゅうて、林嫌いやろ？こうやっていける？いや、そこまで美味しいって言うわけでも、そこまで美味しいわけじゃないけど、多分食べられるどれらしいです。残すぐらいです。まあそんな感じらしいです。はい、ということで、量はまあまあらしいです。はい、あっちゃん美味しかったと思う。まあトマトがね、ハヤシライスあっちゃん好きやねん、基本的に甘いやつね。うちの子あんまりね、甘いハヤシライスが
うん、微妙な感じやけどね。こっちの方がまだ食べてくれるかなって感じ。時々ハヤシライスを食べたいあっちゃん、またこれリピするかもわからへんし、ハヤシライスとカレーのルーを半々してもいいかもわからへんね、うん、そんな使い方もありかも。はい、ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯、完熟トマトのハヤシライスソースの、トマカラでした。美味しかったです。ごちそうさま。今日のあっちゃんちの晩ご飯、完熟トマトのハヤシライスソース、トマカラハヤシ、よかったよと思ってくれた高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。また新しい変なものを見つけたら買ってきます。